すごい難しい試合だったなっていうのは感じてますね。その皆さんが多分いつもの練習よりちょっとうまくいかない部分がある中で、それをどう試合で調整するのかっていうのが難しくなってくるポイントだと思うんですけど、スケートは対応力が本当に必要ってなってくる。だって1番と6番でまた全然違いますし、そう、行く氷でも違うし、温度も違うし、それはもう同じでできることなんてほとんどないんで。特に今回ステファンコーチが印象に残ったのは、そのフリーの朝の練習のその翔馬くんと僕 の、 あの立ち振る舞いというか、練習の仕方があのハイライトだったっていうふうに言われて、あれなんでだろうっていうふうにあの聞いたら、なんかもう一人の人間として、一人の男としてあのもう自立したというふうにあの言ってくださってはいました。